はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、材料紹介ですね。はい、今回はオーストラリア材その2でございます。前回はシーオークでしたね。今回は、はい、2つほど紹介していきます。左側タイガーマーテル、タイガーマートル、うん、どっちが正しいのか発音が違うんですよね、オーストラリア人とアメリカ人ではね。はい、まあどっちでもいいかなと思います。はい、ユーカリの木の一種でございますね。で、まあただ単にそのこのなんですかね、左側のピンクっぽい色のね、あのこの黒い筋が入ってないただ単のマートルはね、結構いろいろあるんですけども、このね黒い筋が入るものがね、本当、まあこれがタイガーなんですけども、本当に昔はねもっとトラ目いうような変わった木のやつがねいっぱいあったんですけど、本当なくなりましたね。まあ、今こうやって入ってるだけでもすごい希少な木となっております。はい、またねちょっと作っていきたいなと思っております。で、縮み木ね 1,2,3 あるんですけども、はい、これがタスマニアンブラックウッドでございます。そう、ハワイアンコアの仲間、今ねよく出しているリングギジーとかね、ゴールデンアカシアと同じくマメ科アカシア属の木でございますね。まあタスマニアの方から出てきてる、まあこういう黒っぽいやつが多いんですかね。うん、ちょっとまあ個体差があって、まあこういうふういろいろあると思うんですけど、まあ、ほんとタイガーマートルもしかり、もうタスマニアブラックウッドもしかり、本当にねオーストラリアにこういう変わった材ですらね、なかなかね手に入りにくくなりました。でまあまあまあ、この辺を知ったのはね僕も最近だっていうこともあってね、まあ探し始めるとやっぱり世界的にもう枯渇してるんだなっていうことがよくわかります。はい、で特にねこっちの2枚のうちのこっちが中でこっちが外ですね。はい、じゃあ本当にマスターグレード、うーん、ハワイアンコアでもここまでのものがないと思いますよ。なかなかないと思いますよ。同じクラスにはもっといいやつもね当然世の中にはあるとは思うんですけど、タスマニアンブラックウッドでこんだけすごいやつっていうのはねなかなかないかなと思います。ただ厚みがね23ミリ4ミリぐらい、まあ万年筆だねっていう大きさ、まあ、マーネース取れなかったらちょっとショックだったんですけどね、マーネース取れますね。うん、作っていこうかなと思います。まあはっきり言いましょう、高いですアホみたいに高いです。はい、ということで、はい、まあオーストラリアもねまだまだね、あそこも独特なのでね、変わったものあると思いますね。またそのうちね、はい、いろいろ買いたいなと思います。で、送ってきてくれたオーストラリア人が、ご自身のね写真を送ってきてくれました。こうやってね、そう、ウッドハンターっていうんですかね。うん、日本で言うと木こりさんみたいな、そういう感じ。まあね、こういうふうにチェーンソー担いでね、山の中に入っていくわけですよ。こうやってね。で僕の写真だって言って送ってきてくれたんです。はい、そうそう、で1枚ね、はいはい、サンキュー永田って、ありがとうねって、これはギフトだよって、レッドガムですね、マスターグレードのレッドガムということで、チヂミ木ですね。前回ちょっとねトラモクのやつ、あいつはねちょっとね割れが、中割れがねあったんですけど、こいつはチヂミ木でねおとなしい木の方だと思います。で今さっき持ってみたんですけど、割りかし軽かったんでね、だいぶいい感じで乾いてるかなと思います。またねこの子も作っていきたいと思います。はい、なかなかね探してもないレベルのものですのでね、はい、まあいただいたもので、まあ値段つけちゃうんですけども、まあ
打っていきますので、またペンを作ってね、彼に1本2本と、はい、ペンを作ってね、彼にね送りたいなと思っております。はい、という感じで、まあでもやっぱり今回はこのマスターグレード、まあ本当こう、タスマニアブラックとも本当にないのでね、本当この間作ってめちゃくちゃ良かったね。特にこの色はこの子ですね。木としてはまあこの子なんですけども、もうこいつらで、はい、マネースとかね、また作っていきたいと思います。またよろしくお願いいたします。